カール・ロタール・シュルツは第二次世界大戦時のドイツ空軍の高架両兵部隊の将軍である。カール・ロタール・シュルツは東プロイセンのイニヒスベルクで生まれた。彼は学校を卒業すると陸軍に入隊し短期間砲兵連隊に所属志向兵としての訓練を受けた。1925年にシュルツはプロイセン州警察に入り1933年には 新設された、別家警察部隊に入隊した。1934年に、警察注意に任じられ、部隊が、ゲネラルゲーリング警察団に発展するまで在籍した。1935年9月に、部隊は、ゲネラルゲーリング連隊として空軍に編入された。ゲーリングは、自分の精鋭部隊の中の主要な兵員を、パラシュート兵として訓練することに決めた。 志願兵が募集され、シュルツは最初に名乗りを上げた一人だった。彼はパラシュート兵の訓練を受けて、降下訓練を受けたゲネラルゲーリング連隊、第4大隊の第15中隊の中隊長となった。1938年3月には、さらなる再編が行われて、第4大隊は連隊から分離され、新設された第1降下両兵連隊の第1。 大隊となった。1940年にシュルツは中隊長から昇進し、第一高下両兵連隊、第3大隊の大隊長になった。西部進行で、シュルツと彼の部下は、ロッテルダム近郊のワールハーベンの飛行場を確保するために、オランダに降下した。飛行場の確保はより多くの増援部隊を速やかに空輸させるためであった。飛行場は、 オランダ軍の7.5センチメートル砲を装備した砲兵中隊と4台の装甲車に援護された1個大隊と対空砲の1個小隊で防衛されていた。オランダ軍防衛部隊はドイツ軍の降下両兵が降下すると同時に砲火を開いたが、降下両兵は比較的軽微な損害しか受けなかった。降下両兵の降下後間もなく、 第16不評連隊の主力が到着し、援護につき、彼らの助けを借りて、シュルツ式の高下領兵は飛行場を確保した。オランダ軍は砲艦を動員して、ドイツ軍に砲撃を加えた。英国空軍は6機の軽爆撃機で、ドイツ軍を攻撃したが、ドイツ空軍機に1機を撃墜され残りも追い散らされた。 装甲車と砲兵隊の援護を受けたオランダ軍のさらなる反撃も撃退され、シュルツは第22空輸不評師団を運んできた輸送機に安全確保の連絡をすることができた。強力な敵軍の反撃にもかかわらず必要不可欠な飛行場のダッシュと確保に成功したシュルツ指揮下の兵員の働きで、シュルツは1940年5月24日に騎士鉄十字章を授与された。 1940年7月19日にシュルツは少佐に昇進し、クレタ島への空挺攻撃のメルクール作戦に参加した。その後東部戦線で最初は代替指揮官、後に連隊指揮官として多大なる功績を挙げた。シュルツは第一高科両兵連隊指揮官の大佐として1944年4月20日に騎士鉄十字章に白用を追加塾にした。 その後、第一高科両兵士団の士団長に昇進し、イタリアでアンツヨの戦いとモンテカッシーノの戦いに参加して、11月18日に白洋付騎士鉄十字章に剣を追加塾にした。シュルツは1945年1月17日に少々の地位に昇進した。カール・ロタール・シュルツは1972年9月26日に、 ビースバーデンで死去した。ありがとうございます。